株式会社新潟中央銀行は、かつて日本に存在した第二地方銀行である。1999年10月2日に経営破綻した。新潟総合銀行の普通銀行転換に伴い、1989年2月1日に発足。本店は新潟県新潟市場大川前通り7番町1176番地にあった。 1999年10月2日に経営破綻。経営破綻後に、第4銀行、大行銀行などの地方銀行に店舗の営業が移管された。相互銀行時代は交渉に、雪椿を用いており、雪椿の銀行とコマーシャルに使用。広し銀店幹事には称号を、新潟銀行としたかったとされているが、第4銀行も新潟県外の顧客からは、 新潟銀行と呼ばれているなどしたため、県外の顧客が混同することを避けるために、相互銀行からの転換時に、新潟中央銀行という名称にした。なお、当時の公式サイトのホームページアドレス、およびドメインは、niigatabank.co.jp としていた。マスコットキャラクターは、トムとジェリーを採用していた。府中銀行に転換した頃から、特に5代目。 東取、大森龍太郎を中心とする上層部の同族経営かつワンマン経営による乱脈融資が深刻化した。バブル経済末期から平成不況へ変遷した1990年代前半から1997年にかけて採算性を考慮せず笹上京マンゴルフ場、東軽井沢ゴルフクラブ、富士中央ゴルフクラブなどやオセアニア構想と言われた。 新潟ロシア村、柏崎トルコ文化村、富士ガリバー王国をファミリー企業のように実質支配下としていた核デベロッパー会社へ多額の融資を行い開業させた。これらの他にも建設業やリゾート開発など不動産、関連業種の融資に変調して不良債権が急増した。1999年6月、金融再生委員会は新潟中央銀行が 自己資本不足に陥ると判断し早期是正措置を発動した。銀行は同年9月までに約200億円の第三者割当増資を計画するも公式に支援に名乗りを上げ主力割当先と期待された英会話教室チェーンの場をはじめとする各社が先行きを懸念して引き受けを拒否。9月下旬以降預金流出が加速した。10月1日 自己資金不足による債務超過から銀行間内国為替業務における為替決済取引上の債務不履行が発生し、日銀が債務不履行分を建て替え払いした承知し決了する。経営陣は自主経営を断念した。10月2日に経営陣が金融再生法に基づく破綻処理を申請し、金融再生委員会は破綻処理を決定し、経営破綻した。 日本において、預金取扱金融機関が銀行間の内国為替決済システムで決済資金に支障を発生させたのは、東海新潟中央銀行のケースが平成では最初であった。日銀が建て替え払いした金銭は後に、日銀特有へ振り替えとなった。この年は、第二地方銀行の経営破綻が相次ぎ、投稿で5行目で、投稿と国民銀行、 幸福銀行、東京昭は銀行は同族経営だった。2000年12月21日までに金融整理管財人は第4銀行、大広銀行、群馬銀行、東和銀行、82銀行、東日本銀行の間で営業上と契約を締結し、2001年5月11日までに新潟中央銀行としての営業を終了し、5月14日付で 店舗モート預金、正常債権が分離された上で書く、受け皿銀行へ上渡、承継された。店舗は、新潟県内の79店舗のうち13店は、大港銀行、直越支店と長野県内は82銀行、群馬県内は群馬銀行、埼玉の大宮と与野、都内の新宿と上野は東日本銀行が譲り受けし、県外の店舗は、 ほとんどが受け皿業の既存店へ吸収された。休憩人は親密戦企業に対して複数の不正融資を行い銀行に損害を与えており、1998年から1999年5月頃にかけて富士中央ゴルフクラブの運営会社に行った約30億円の融資案件について、迂回融資の手法でずさんな審査に基づき損害を与えたとして、関西人から 旧商法の特別配任容疑で告発、立件され、2001年1月に逮捕、起訴された。そのうち、大森、元頭取については、2003年の一審で有罪判決を受け、後に確定収監された。また、同時に整理回収機構が行った、旧経営陣への31億6000万円の損害賠償の訴訟については、大森、 元東ドリラー一部では開が成立している。破綻の一因となった有志先のテーマパークは、同行破綻後ほどなくして閉園され、再利用の目処が立たず、廃墟状態となっている。ゴルフ場については同行解散までに、破綻管罪人が、経営権を売却の上存続している施設がある。二千四年十一月、事実上最後の東ドリであった、大森隆太郎が死去。 2001年6月30日付で会社は解散。生産事務が続けられてきたが、2006年10月26日の生産臨時株主総会にて生産が決議された。翌11月閉鎖登記手続きが行われ、法人格が消滅。決領時の代表生産人は吉川照夫であった。世の支店は最強線の世の本町駅傍にあり、 道線の単独駅である北赤羽北、与野駅間沿いに店舗を置く希少な県外地銀であった。他は、都大規模の東京都民銀行都合支店のみで、共に、与野駅西口側で店舗外 ATM コーナーを設置していた。旧本店跡は、新潟国際情報大学が、新潟中央キャンパスとして転用した。もともと本店は、旧来からあった表通りに面した。 店舗部分と増築部分があり、店舗部分を取り壊して、前提とし、増築部分を改修の上で、キャンパスへ転用している。ありがとうございます。